いい感じだな。なので、今日9時まで配信で、9時から7並べしようと思ってるので、10時まで。そう、しようと思ってるので、今日1日で、質問箱答えきれないと思う。なので2日ぐらいに分けてですかね、答えていきます。今日のね、髪型ね、すごいね、可愛いんですよ。今日の髪型、すごいんですよ、編み込みが。そう、たくさん質問来てる。みんなありがとうございます。では、とは。では、では。と、と、と、では、では。どうやって見るんだったっけ、これ。アーカイブからか。よいしょ。そう、すごい、なんか1位ってさ、書いてくれとる方おって、すごい、1位って送ってくれとる方おって、その方見事に一番乗りです。でも急いでるあまり1しか 1しか書いてなかったけん、質問がなかった。今日よくない？今日よくない？すごいいい感じ。こんばんは、皆さん。いい感じ。こんばんは、こそば。そう、なんか、めっちゃみんなから来てる質問で。そう。なんかね、質問の 質問の言っとることは絶対、全く一緒ではないんけど、ニュアンス的には一緒っていうのが多くて、それで一番多かったのが、どんな食べ物を食べてますか、何か気をつけていることありますか、スタイル抜群のなっちゃん、何か気をつけていることありますか、あなたの一番の食べ物か、なっちゃんのスタイル維持は何をしてるの？とかの質問がめっちゃ多くて、めっちゃ多くて、そう、そう、
結構みんなそれ気になってくれとるんやと思って、ああ面白いなと思って、そう私は結構食べ物とかは気にしないタイプで、好きな時に、いや質問はかぶってはないの、全く一緒のニュアンス的な。ではすごいみんなさ、私に対してさ、そのことを気になってくれてるんだと思って、そう、それも面白いなと思ってそう私は結構食べ物は気にしないタイプで、ちょっと罪悪感強めなものを食べた次の日にこう調節するタイプですね。はい、次の日にリカバリーして、あのヘルシーなものを食べて、なんとかする派ですそうなの、意外とそっち派なんです。最近お気に入りの飲み物、これすごいさ、CM とかでも出てくる午後の紅茶のアップルティープラス、めっちゃ美味しいのこれ。アップルティーなんだけどリンゴジュースみたいな味がする、なんか腸内環境整えるらしい。こんばんは。そう私は結構調節するタイプですね。カラオケ配信はいつやるのっていう質問が来てて、あれちょっと前にやったけどなーとか思いながらちょっと前にやったけどなーって思いながらも、配信は見に来てくださいそんなやってないっけカラオケ配信。食べてギフトありがとう、ケンジさん。今までみんなが聞いてるだろうなと思って、なかなか質問が思い浮かばないんだよね。でも意外となんかその質問をいつもらうかによって結構質問の返し方がまた変わってくるから、それも面白いかもしれない。まだ飲みたいのか。そうだね、なんか大体的にカラオケ配信って言ってカラオケをやることあんまないから、今月中にできたらいいですね。いいですね。そうこんな人がいたの、なっちゃんに推し編しようかなと迷い中って質問の中にしてくれた方がいるんだけど、配信見に来てくれてるかな。ようこそなっちゃんワールドへそうそうそう、ようこそなっちゃんワールドへ。誰なんだろう、今度のお話し会で会えたら嬉しいです待ってます。でも結構ね、気になってるけど初めましてって言いに行ける勇気をくださいっていうね方もね、とかもいらっしゃって、キャッてなった。待ってるよ気軽に遊びに来てね。そうだよ、私からの推し編はもう禁止用語よ、本当に。
それは禁止用語よ。こんばんは。そう、今日のねお仕事でめっちゃ可愛いものをねいただいたんですよ。みんなに見せてもいい？みんなに見せてもいいかな？見せてもいいかなってか見せたい。 ST48 なら大丈夫。天下街さん、くまちゃんありがとう。ストーチくまちゃん持ってくるね。持ってきますね。待ってたよ。ちょっとタンタカタン、タン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 、ボワーン。お花、お花いただきました。すごい綺麗。これもさ、綺麗なさドライフラワーにさしようと思ったらできるのかな。じゃん。お花って嬉しいよね。どう？花が似合いますか？花が似合いますか？すごい。あ、やっとアバター出たって、おめでとう、おめでとう。花は私のもの。イエーイ。花はどういうの？めっちゃ可愛いですよね。お、なっちゃん28日のお話が行くね、待ってる。じゃーん、ここに置けるか、置けるか。これも綺麗なガーベラ、ガーベラに、ガーベラにカーネーションにユリに、この紫のカーネーションがすごいかわいい、かわいい。この花は私の。そう、花瓶あるんだけどさ、どうしようと思ってて、なんかね一回花瓶で保管するとねドライフラワーがね作りにくいイメージがあるんよ。そう、やけんさどうしようと思ってて、そのままドライフラワーにしようかなと思ってる。ドライフラワーにしようかな。リッチャーさん花束ありがとうございます。パイナミさん、スズランありがとう。地球儀さん、ダルマさんたくさんありがとうございます。ケンジさん、ソフトクリームありがとう。天下界さん、レインボースターありがとう。なちまこさん、レインボースターありがとう。月影さん、お疲れありがとう。今日画面が落ちるんです、ありがとうございます。今日はちょっとお仕事だったので、しっかりしっかりギャッツリメイクです。なんかお花っていいよね。お花っていいよね。お花っていいよね。そう、私の生誕祭の時の花冠も聖火でファンの方たちが作ってくださって、それを綺麗にドライフラワーに、そうしてくれて、母がすごい綺麗なドライフラワーになっているので、
すごくなんかお花ってドライフラーになっても綺麗だなと思って。いいよね。なっちゃんアバターもらえたーって、ありがとう。こんばんは田辺。パクチー食べれますかっていうコメント来てた。パクチーは食べれません。パクチーほんと食べれないんだよね。私ほんとに困った。パクチーを食べられるなんか女性になるとなんか一人前って感じがするから、なちゃんってこんばんは。みんなこんばんは。ちょうどいろいろご飯も食べて落ち着いた時間帯かな。明日第一再販分の CD 届く。おお、ありがとう。パクチーって食べ過ぎたら体調不良になるらしいよ。そうなんや。よもつくさん、え、ハマジだ。ハマジの、え、これハマジだっけ。ハマジじゃない、ちびまる子ちゃんのこのキャラクターなんだっけ。ちびまる子ちゃんのアバターあるんだ。あさってのリアルお話会、そうめっちゃ楽しみ。今絶対私すっごい顔で止まってたと思う。山田くんだ、山田ーや。山田くんなんかすごい笑い方する人やない。山田くんでしたハロー。わわ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 わ、そう、なんか目にさマスカラがすごい入る。半目止まってたよね絶対に。いやー、今日はしっかりメイクをしています。私って花に例えたら何の花私って花に例えたら何の花っぽいですか。何の花だったら嬉しいかな。花に例えると、でも花に例えるって難しいよな。バラ、何の花、タンポポ、それは何の花じゃないですか。え、ほんとだ、テロップの花が髪飾りみたいになってる。タンポポ、かすみさん全部好きなお花だ、みんな嬉しい。アイリスって何やっけ。アイリス、スズラン、なんだっけ。あ、素敵、これ模範解答じゃない。高嶺の花だって模範解答でた。こんばんは、ひまわり、すごい嬉しい。なんかハルジオンかなって。おお、ハルジオンがーや。何ジュフィランサスって、そ、花カーネーション。え、嬉しい、嬉しいんだけど、嬉しいんだけど、はじめまして。お花っていいよな。
ろいろみんなの質問を見ていきながら返していったりしたり、ラジパンだりって感じ。え、そう、そろそろ梅雨入り到来しそうだから気をつけてね。もしも豪快な食べ物出たらどうする、どういうことだ、どういうことだ。梅雨入り、なんか沖縄、沖縄ってさあれでしょ、梅雨入りしてるんでしょ、もうよもつくさん、たこさんありがとう。でも今日は久々に雨降りましたよね。梅雨到来って感じがした。そうだからさ、私傘を買わなきゃいけないちょっと可愛い傘、ちょっとあの梅雨にさ向けて可愛いテンション上がる傘買わなきゃいけない。私あの、私クリームソーダの傘買うタイミング逃しちゃってさ、もうさピンクしか売ってないんだよね。しかも折りたたみのやつ全部売り切れてて、ピン、ピン、そうなの。でも今年の次も可愛い傘とともに乗り切ろうと思う。最近たまに見るなっちゃんのコマーシャルいいよな、見ちゃう。え、嬉しい。可愛い傘とでも持ってるのって。傘立ては持ってない傘立てまあ必要ないっちゃ必要ないかな、なくても困らん、ギリギリなくても困らんけん傘立てはないままで言うね。いや傘ささないタイプではない、さすがに、さすがに傘は刺す傘は刺しますえ、なになになに、え、帳の傘あるの、帳だっけ、これ帳って読むよね、なにそれ気になる、なにそれ気になる、そうタイミングあったら私の見れますよ月影さんありがとうございます。たこさん、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 たくさん、たこさん、たくさん、たこさん、ぽほん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 ぽん、呪術廻戦のグッズの傘、ちょっと待って、気になる気になる気になる、帳の傘どんな感じだろう、帳の傘、なんかすごいツイッターでワシューザーハイランドがトレンドに入ってる、なに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 、帳、帳の傘、かわいい、帳の傘。
こそ結構リアルじゃん。6月発売らしい。かわちい。今セブンイレブンでそう呪術廻戦イベントやってる。おしゃれだよ。こんばんは。シューザーハイランド何があったんだろう。中国地方のトレンド。岡山のワシューザンハイランドのバンジージャンプを飛ぶと出世するんだって。スカイサイクルスカイサイクルが怖すぎるらしい。世界一怖いアトラクション。そうそう、2期生のさ昇格祈願のバンジーがさね、ある予定じゃったけど転校かな、転校とかの関係でできんかったけん。でもスカイサイクル怖そう。天空の天空で自転車こぐって怖そう。これは結構今からでもいいよって。あ、今日はシューザンハイランドのバンジーを小栗さんが飛んだの。すごい。てか岡山県にいらっしゃってたのね。すごい、ゆいゆいさんすごい飛んだんだ。そっか、二十歳ですもんね、ゆいゆいさん。素敵。バンジー怖いから出世しなくて。ロードバイク速いという理由で先輩からスカイサイクル乗らさせられたの。ほんまにほんまに泣きそうになったゆいゆいさんすぐ飛んだって、すごっ。覚悟がさすがだ。こんばんは、たのびー。高いところはなっちゃんに誘われても無理っすって生きる。私躊躇なく飛びそう。本当に私が一つ年上です。ほう、アイドルとしては本当に大先輩。ちなみに去年のメール見てたら、去年の今日も明日、本当に私初めてのよろしくが去年の昨日。じゃあ1年ちょうど、1回目と3回目が1年ちょうど経ってたってこと。すごっ。そんな全く同じ日。すごくない？ 5月12日が初出演の日だったんだって。すごいすごい。こんなことある？こんなことある？わあ、なんかいろいろ
ミラクル起きてますね。ミラクルが巻き起こってますね。すっごい偶然すっごい偶然。なっちゃんのための順にですねご飯とフュージョンしました。なんかさっきからあれやな、ドラゴンボールやな。そして今日は13日の金曜日、ジェイソン、みんないい子にするんだよみんないい子にするんだよ。え、でもさ、なんかその13日の金曜日に現れるジェイソンってさ、何をしたら現れる？え、結構、え、でもね、一回ね、ジェイソンのね、なんか映画みたいな、ホラー映画みたいなのは見たことあるんよ。どういう内容だったか忘れちゃったな。夜出かけるとなんか仮面の怖いのに襲われるみたいなやつだっけ。そうあるの。なんか一時期なんか渡辺家の中でホラー映画ブームが来て、なんかもう日本のいろんなホラー映画見て、海外のやつもなんか有名な作品をなんかすごい夏休みとかにいっぱい DVD レンタルみたいな、まだね、そうサブスクみたいなの時代じゃなかったからさ、サブスクでなんて言うんだろう、アマプラとかがさ長い時代だったからさ、そう DVD とか借りて見てた。ジェイソンは鎌持って、そうだよね、鎌持って出てくるやつ。今のちょっと上がってくる。ジェイソン。ホラー映画はダメですって。え、なんか私、あれ、もうなんか私、ホラー映画のたびに、言うな、なんかなんか人の口から赤い玉出てくるやつ。着信ありだっけ？着信あり。あれがすっごい好き。あれがすっごい好き。着信ありのさ、着信の音ってさ、なんかすっごい、あの映画を見たらさ離れんくなるけどさ、今ふと思い出してみてって言われたら思い出せん。そっか、秋元先生だ。この前なんか話してえーってなったわ。そうすごーって、犬鳴き村。そう、私なんか丸々村系のホラーを見ようと思って、まだ見れてないのさ。だから見たいだから見たい。トピックアバウトクエスチョンズ、クエスチョン。じゃあクエスチョンに戻りますね。料理一緒に作りたいですって、なんかいいですね、なんか料理渡辺村どういう話にしようかな。なっちゃんの笑顔が眩しすぎて見つめ合うと素直におしゃべりできる自信がありません。大丈夫、来てみたらできるさ、来てみたらできるから。
貞子怖かった。あの貞子じゃなくて貞子の中に出てくるんだっけ、あの敏夫くんってやつ、あれが私怖い、いまだに一番。なんかいろんな海外とかのホラー映画見とってもやっぱり日本のお化けって怖さのレベルがちょっとどう超えとるなって思う。敏夫くんめっちゃ怖くない？私あれ最強ホラーのホラーなお化けだと思う。私は呪怨だ、それだ、呪怨。呪怨めっちゃ怖いよね。あれぞなんかホラーって感じ。いやなんか結構さ、なんか丸まま人間って感じやっけんやろうな。怖いよね。私ホラー映画よりも一番ダメなのが、私あのサメが出る系の映画、私サメが出てきてサメに追われる感じの映画苦手。でもね、なんか昔ね、そうめっちゃサメが出てくるなんか映画でめっちゃ面白いのがあったんだよね。これはおすすめの映画です。サメが出てくる映画、ジョーズじゃなくてなんだろうと思って、あ、これかな。どれなんだろう。サメに人が襲われる映画に襲われる映画、うわー、いっぱいある、いっぱいありすぎてわかんない、どれだろう。じゃあメガドローン、ディープブルー、やっぱいっぱいあるね。ホワイトシャーク、うわー分からんわ。サメいっぱいある。しかもサメってサメやけんさ、結構さサメってサメやけんさ、分かりづらいな。へー、何だったんだろう、私が見た面白いサメの映画。ザ・メガザ・モンスターかな、何だろう、ちょっと探してみる。そう、なんかね、金曜ロードショーみたいなので結構やってて何回か見たことある。そう、何回か見たことあって、そう、すっごい今でも、大人になった今でも記憶に残ってる。最近のニュースでアメリカの海水浴場に人食いザメがたくさんいた。海外って本当にサメいるんだね。日本でもいるのか。メガシャークかな。なんか海底のなんか施設みたいなところになんかサメが侵入してくるみたいなやつ。月影さん、スズラン、ありがとうございます。メガシャークかな、ちょっと探してみます。みんなありがとう、すごいファンレベルが上がってる。
あ、見て、ここ、ここさ、さっきまで、前髪の、のりでくっつけてたから、パリパリしてるわ。パリパリしてるな。でも前髪がいい感じです。パリパリしてんな。なっちゃんさん、おはよう、おはよう。目覚めた？ キヒロさん、チョコミントありがとうございます。20時53分なお。今日は9時に配信を終了します。9時に配信を終了しまーす。やっぱほんまにな、なさんかっけえ。やっぱね。海って全ての海の生き物とつながってると思う。確かに。なんか海ってさ、なんか海の中にもさ、深海ってあるじゃん。深海のさ、世界って意外とさ、こう見ようと思ったものしか見れんやん。選ばれし者しか。なんかそれが面白いなって思う。そうそう、サメってなんか血の匂いんで、血の匂いにを察知して、なんか襲いに来るらしくて、なんかそう、普通に人間が泳いでても食べようとは思わないらしいから、みんなもサメに会った時は怪我してなかったら落ち着いて行動すること 私あれ見たい、深海の生き物といえばは何だったっけ、入道カジカみたいなやつ、入道カジカ、あれがめっちゃ見たい。そうね、深海の生き物はね、陸上に打ち上げるとね、ドロンってなりますからね、ジョロンって。テッツさん、頑張ったくす玉ありがとうございます。はーいはーい。深海、私でも結構ちっちゃい頃深海の生き物好きで、深海の生き物辞典みたいなのを持ってたぐらい好きだった 結構ね、なんか私は好奇心旺盛な子でして、いやでも本当に思うんよ、ふと。なんか私たちは地球に住んでるけど、なんかいろんな星があると思ったら、なんか全然私たちみたいにこう、なんかこう、その星に建物を建てて暮らしてる生物とか他にもいて、私たちも宇宙人なんだろうなって思うと、なんかウキウキしてこない？ ウキウキしてこない？ケンジさん、ハートたくさんありがとうございます。では壇上を読んでいきましょうかね。皆さん今日もありがとうございます。13位イエローフィッシュさんありがとうございます。12位リチャさんありがとうございます。11位ヤマジョさんありがとうございます。10位ヨッペリアンさんありがとうございます。9位ジンジンさんありがとうございます。8位ジトクさんありがとうございます。7位月影さんありがとうございます。6位ナチャマコさんありがとうございます。5位はかなくも永野健二さんありがとうございます。4位よもつくさんありがとうございます。3位西村さんありがとうございます。2位、あきひろさん、ありがとうございます。そして第1位、
天空海さんありがとうございます。皆さん今日も配信を見に来てくれてありがとうございます。この後9時から10時に4分おきの12秒に七並べをしようと思いますので、ぜひ時間を合わせて対戦してくれたら嬉しいです。なっちゃんカードを1枚でも持ってる方はぜひデッキにデッキに設定、持ってるカード全部なっちゃんデッキにして、なっちゃんのカードを持って、なっちゃんカードがを持ってる限り設定できるカードは設定して対戦してきてください。対戦しに来てください。よろしくお願いします。メンバーランキングもなんかこう少しでもね上に行けたらいいなと思うので、皆さんよろしくお願いします。一押しにしてくれたら超喜ぶ一押しにしてきてくれたら超喜ぶから、4分おきの12秒に9時から10時の間七並べしましょうねん。では配信最後のあっち向いてほいいきますよ。せーの、あっち向いてほい。上、違うワードだとバレる？バレるよ。上、今日も一日ありがとうございます。すごい素敵なお花もいただいて嬉しい。いい匂い、いい香り。このお花もね綺麗にドライフラワーにできたらいいなって思ってるので、皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございます。ではこの後七並べで会いましょう。4分おきの12秒です。よろしくお願いします。ではまた明日も配信遊びに来てね。ありがとう、ありがとんこつラーメン、ありがとうございます。では七並べで会いましょう。七並べをしてからおやすみしてくださいね。ではおやん。